皆さん、こんにちは。アフタービートミュージックスクールギター加工士の滝沢でございます。あれです。あれです。チャンネル登録者さんが4万人を超えちゃったぜ。うわほーい、どういうこっちゃ、えらいこっちゃぜ。大丈夫かな、これ。っていうふうになりました。なりました。なりました。でも、そんなね、いろんな方に、ね、この支持していただけるのを本当にもう動画を普段ね、いろいろチェックしてくださっている皆様のおかげでございまして、本当に感謝感謝でございます。いつも YouTube 見てくださったり、メルマガ見てくださったり、Twitter チェックしてくださったり、ブログチェックしてくださったり、ホームページを訪れてくださったりして、本当にありがとうございますということでございます。そんな日頃の感謝を、表しまして、5日間、巡業に出ることにしました。巡業って何だよって話かもしれませんけれども、まあ、僕がちょっと5日間休みを作ってですね、いろいろ各地を巡りたいと思います。普段、僕は神奈川県に生息しているんですけれども、とりあえず上から東北方面から攻めてみようかなと思いまして、とりあえず僕の夏休み1日目、初日、8月の28日は、福島県の郡山市のほうにお邪魔してみたいなと。で、翌日の8月29日は千葉県の柏市。翌日の8月30日は新宿区、東京都ですね、東京都新宿区。8月の31日は愛知県の名古屋市、そして最終日、9月1日は大阪府の梅田付近に出没をしてみようかなと思います。ぜひですね、その日程にこの都合がつく方はですね、ぜひ遊びに来てほしいなと思うんですけれども、ちょっとお仕事とかね、学校の都合で難しいところもあるかもしれませんが、ぜひ、予定を調整して遊びに来てくださいと。で、実際に何をするのかといいますと、まあ、それぞれの場所で、音楽リハーサルスタジオを予約しまして、大体まあ15時、夕方3時か4時ぐらいから3時間予約をして、でその場にいる方々となんかこうセッションしたりとか、あとまあ単純に僕が演奏したりとか、なんか質問があれば答えたりとか、普通になんか、ね、ギターレッスンじゃないか、ギターセミナーというか、なんかそんなクリニック的なことをやってもいいですし、何か気になることがあったら、どしどし質問をしてみてください。で、僕と一緒に相棒ですね。こちら。マーティーのマチコさんと、あとビルコさん、ビル・ロレンスのこちらのビルコさんも同行いたしますので、単純に武田さんのギター弾いてみてっていう方もぜひ遊びに来ていただければなと。チョップとかするとちょっと怒りますけれども、別にスラム奏法とかは全然やっちゃって構いませんので、ちょっと遊んでみてください。逆にね、皆さんのギターをお持ちいただいて、これ武田さん弾いてみてくださいみたいなリクエストも全然 OK ですし、まあ、その場に集まっていただいた方々とのほほんと楽しく過ごせればなと思います。で、その後に近隣で、まあ、ご飯食べたりお酒を飲んだりとかしてですね、まあ、皆さんといろいろ交流ができればいいなと思うんですけれども、まあ、そんな感じでぜひお気軽に集まってみてください。ちょっとこのまだスタジオを予約しなくて申し訳ないんですけれども、後でご案内させていただきますが、ホームページのほうでですね、そのスタジオをチェックしてみてください。もうすでに何件か電話したんですけれども、その、ね、スタジオに入る人全員が会員証を持ってないとダメとか、なんかそういうことがちょこちょこあり、そんなこと言われても誰が来るかわからないし、何人来るかもわからないし、何とも言えないと思って、なんだかんだでまだ予約できずじまいな感じです。まあ、ちょこちょこ予約のほうもしていきますので、ホームページとかでぜひチェックをしてみてください。そんな感じでしょうか。で、費用に関してなんですけれども、そのスタジオの後の、まあ、飲食に関しては、まあ、それは、ね、別のお勘定ですが、リハーサルスタジオ代とかは基本的に僕が全部持ちますので、無料で大丈夫です。何か参加費とか取ったりするわけでもなく、無料で全然大丈夫です。で、その後の飲食に関しては、まあ、普通に割り勘したりとか、まあ、大人の方が多めに払う設定で、ね、一緒にこうペイしていこうかなというような感じですかね。はい。で、ちょっくらこのお願い事みたいなのもありまして、まあ、費用とかは大丈夫なんですけれども、この交通費と、そのスタジオ代と、そのホテル代と、この現地でのいろいろな出費を鑑みるに、とりあえず僕は個人的に10万円までは覚悟をしているんですけれども、やっぱり10万円丸々使うと少し心が痛くなってきてしまうので、本当にもしよければいいんですけれども、お布施をいただけると、お布施じゃないか、寄付をしていただけるとすごく嬉しいなと思います。本当にもちろん強制ではありませんし、本当お気持ち程度で大丈夫なんですけれども、なんかこういう封筒とかになんかちょこちょこっと入れて、お布施ですみたいな感じでいただければ、なんかちょっと演奏します。演奏します。なんかちょっと気の利いた一言を言います。で、一応いただくだけでもすごく申し訳ないので、1000円以上寄付していただいた方には、
まあ、こんな感じで、僕の手書きのメッセージカード、なんかちょっとこうキャラクターが貼ってあったりとかしてるんですけども、メッセージカードと、あとステッカー、滝沢ギター .com のステッカーで、あともう一つ、滝沢ギター .com のピック5枚のこのセット、オリジナルグッズセットを漏れなく差し上げたいと思いますので、よければご協力していただければという感じでございます。で、自主制作でこういう DVD とかも実は作っておりまして、その巡業している最中はこれをちょっと普通に持って回るので、もしよければお買い求めいただけるとすごく助かるなという希望でした。まあ、そんな感じでしょうか。URL の方がですね、その特設ページといいますか、の方が、ページが http、点々スラッシュスラッシュで、滝沢ギター .com、滝沢グイター .com のスラッシュ、KOTTI ということで、こっちということですね。こっち。こちらのページが今回 の、 その特設サイトになっておりますので、ぜひともですね、いろいろチェックしていただけると嬉しいなという感じでございます。なんかすごい喋り残したことがなんかすごくたくさんある気がするんですけど、大丈夫でしょうか。ちゃんと言ったかな。まあ、そんな感じでございます。何かこう気になることとかありましたら、全然どしどしお気軽にメールをしていただいたりとか、Twitter で絡んでいただければなという感じでございます。もう一回日程を申し上げますと、8月28日が初日、平日になってしまうんですけども、福島県郡山市のどこかの音楽スタジオ。8月29日は千葉県柏市のどこかのスタジオ。翌日8月30日は東京都新宿区のどこかのスタジオ。8月31日は愛知県名古屋市のどこかのスタジオ。最終日、9月1日は大阪府梅田付近のどこかのスタジオということでございます。で、まあね、こんな企画はなかなかできないので、まあ、僕自身もそんなに休みたくさん作れませんし、ちょっとこうね、負担的にもちょっときついものがあるので、こんな機会はなかなかないでございます。なので、できる限りいろんな人に集まっていただければなと思うんですけれども、まあ、普通にちょっと Twitter の方でもリツイートとかしていただいたり、動画の方もお気に入り登録とかシェアとか共有とかして、ブログとかで、なんかこうね、こういう武田さんがこういうことやってるよみたいなふうに広めていただけるとすごく嬉しいなと思います。ではでは、そんな感じで、たくさんの人と会えることを僕もすごく楽しみにしておりますので、楽しい時間を過ごしていきましょうということでございます。事前にメールで行きますとか、行っていただいてももちろん構いませんし、当日、あ、予定空いたから行こうかなみたいな感じで、ふらっと来ていただいても全然大丈夫です。そんな感じでしょうか。まちこさんとビルコさんも同行しますので、ちょっとギター弾いてみてなんていう人は、ぜひ遊びに来てください。こんな感じです。告知終了。それではまた、スタジオの方は決まり次第、ホームページの方で詳細を書いていきますので、ぜひともチェックしてみてください。それではまた、いつかお会いする日まで。さようなら。